強欲のマジュラーメンでございます。マジロ絶対うまいじゃん。おかえりバンのけばん、バンディです。バン、うんちゃんです。セブンイレブンのラーメン美味しいらしいじゃん。セブンイレブンで売ってるものだけで最高のラーメン作ろうYouTuber みたいな企画ですね。はい、コテコテの、はい、楽しいというわけでセブンイレブンで売っている商品をとにかく買い漁ってきました。ラーメンに使えそうなものをね。そうそう、はい、これが美味しいらしいんですよ。麺がね、麺とスープが今なんかクオリティ高いって評判なんで、はい、ちょっとこれで至高のラーメン作れねえかなっていう感じです。っていうことで最高の一杯を目指して作っていこうと、うん、まあ、もう全部盛りみたいな感じだよ、こうやって見るともうこれ全部乗せようっていうことですね。そうそう、安いとかじゃないです、身近なんでセブンイレブンで手に入るんでねじゃあ一個一個紹介しようか。はい、まずこちらですね。はい、札幌生ラーメン中太麺。中太しかなかった、本当は太麺が良かったんだけど。はい、半熟煮卵入れてた今、うん、金の豚角煮、うん、これ美味しい。広島の尾道にね、角煮ラーメンっていうのがあるんですよ、はい、とても美味しいのでね、入れてみようと思いました。緑豆もやし、もやし、あとこれですね、これぞ豚、食べ応えのあるチャーシュー、ニンニク醤油だれのうまさ。4枚買ってきました。2枚入ってる、このセブンマークしか買ってないんで今回は。今回ね、はい、これニンニクですね。ニンニク醤油味、刻み青ネギ。ネギは好きなんで買ってきました、はい、さっきのスープね、はい、ラーメンスープ、醤油、豚骨、はい、味付け、メンマ、以上になります。はい、そしてこちらですね、こちらのロー丼ぶりで作っていきたいと思います。レッツクッキン、レッツクッキン。あ、これ忘れてた、おつまみキャベツ、これを乗せようかなと。美味しいと思います。ニンニク潰そうかな。ニンニク潰しときます。袋の上からニンニクを。潰れないね、これ力、力、力いる、力いらない。私力やろうか。いや大丈夫、硬いねこれ結構。パリパリ系だ。すごいパワーが必要です。全体重乗っけてやってます。これ最後もう上からぶっかけるってこと。そうそう、茹でます。はい、じゃあさっと茹でます。そう、茹ですぎたら美味しくないんだよね。そうだ無意識用意剤、意外と早くできるじゃないか。そうよ、もう乗せるだけ、温めるだけみたいになるんで。あ、これ半熟なん、もしかして。とろっとしてます。うい、見た目、切るのはもうこれだけだよね。でももう包丁終わり？終わりそうか、とにかくお湯が必要なんだな。そうだね、これもレトルト、フル活用だこれ。スープ用、麺用、あとレトルト温め用でキャベツ茹でた方がいいんじゃない？え、キャベツって生じゃないの？茹でて、茹でて生のとこもあるかもしれない。チンしようか、じゃあ。なるほど、金の豚角煮、これはこのままチンできます。豚角煮めっちゃうまそう。豚骨スープはまず入れときます。はい、肉入れました。麺を茹でます。麺を茹でます。あー、吹きこぼれる。意外と大丈夫。あ、じゃあこのザルで足りるのか。足りる足りる。ほい、あ、それ便利。ん？便利だねそれ。うん、ナビアカン入るかな。2杯分あるかな。ちょっと濃いめにしてます。いいね、野菜になるからね、うん、これで美味しいわけですよね。すでにそこに
ヤシ丼、レンチンしたキャベツです。卵丼、そしてうわー、それすごい。あ、見えないとこまで肉まみれ、すごい一品ができている。うわうわ、食べたい。あー、ちょうどいい丼の大きさだったっすね。できた。はい、ネギは最後ネギを乗せて完成でございます、はい、これがセブンオリジナルで作った強欲のラーメンです。強欲ラーメン。セブンオリジナル強欲の魔女ラーメンでございます。魔女絶対うまいじゃん、はい、どこ食ってもうまいじゃん。いきますか。いきましょうか。それではいただきます。とりあえず私確認。うまい、うん、うんうんうん、確認うまい。うん、確認っぽいね味。もやしと、うん、うまっ。このチャーシューめっちゃ美味しいよ。チャーシュー、うん、本当はすごいニンニク。このチャーシュー本当そこら辺の変なラーメン屋よりよっぽど美味しい。そうだね、トロットロだし麺が出てきました。うん、ほらいただきます。うん、うんめたまにやるよね、我々二郎みたいな。あ、忘れてた。どうした。ニンニク。ほんまや、潰しただけだ。あんな一生懸命前半時間使って潰してたのに。チャーシューがすごいニンニク強いから、そうそうそう、なくてもパンチはありますね。ちょっと次の日土日で休みの人はね、うん、さっき私が潰したやつをドバッと入れた、うん、めちゃくちゃパンチの効いたラーメンになると思うんです。固くなに入れない必要もない。うん、もういいんだよね。入れた方がいい。本当。圧倒的っすね。めっちゃ入れた方がいい。一気にレベルが上がる。その料理としてのニンニクってやっぱすげえな。最後なんか鍋の最後のラーメンみたいな。だから太麺があったらもっとね、最後まで味変わらず楽しめるのか。うーん、完食。お疲れ様でした。みんなもやろう。セブンがいいね。他のスーパーとかコンビニも考えてくる。セブンが一番いいわ。お近くのセブンへ、うん、ゴー。これ面白いね。うまかった。簡単だしね。簡単だ。これ潰すのが一番難しい。以上でございます、うん、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。お待ちしてます。 TikTok などサムタ SNS もやってますので、そちらチェックもお願いします。 YouTube チャンネル登録者は50万人まであとわずかでございます。お待ちしております。まだしてないよという方、あ、忘れてたという方、一度チェックしてください、うん、それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。これはね、ぜひ真似してほしいですね。